第38期放送 A1 リーグ実況の古橋隆史です。解説は現10代柴田義和プロが務めます。柴さん、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第38期放送 A1 リーグ第7節 B 卓3回戦東杯の開始です。立ち合い人藤島健次郎の合図で3回戦が開始となります。3回戦はちいちゃに近藤、なんちゃに黒沢、シャーちゃに西川、ペーチャに古川の並びです。トン一曲ドラはローマン。さあ今後9周か、いや8周か、8周、はい、黒沢いいですね。2回戦が終わって近藤が2回連続沈みでマイナス 34.0、 黒沢が 37.5 のプラスなので82、まだ前田には届いていない。ほぼ並びですね。近藤と黒沢がほぼ並んでいます。黒沢さん本当攻撃力ももちろん光るんですけど、はい、失点しない守備力もやっぱ、ね、しないですね。あまり光りますよね。とここまでは2回戦見る限りでは黒沢の日になりそう。西川も1回戦大きな、ね、トップだったんですけど、そうなんですよね、はい、それ以上に大きなラスということでね、はい、ポイントマイナス何もさせてもらえませんでしたもんね、はい、で古川さんは逆にもうらしさ全開のショット、はい、ちょっと浮き2回でポイント、これね、この安定度が ね古川一番 A1 リーグの中でもトップクラスですから、行くんですかね、古川さんは。行きそうですね、仕掛けていきそう。さあ今度2面つかんせ、黒沢一気通過2シャン点、くっつきですけど単品にしたいのか一通にしたいのかで意見は分かれそうですけど、はい、何切ります、僕いいピン切りそうです。どうですか黒沢は、いいピンは分からそうだな。チーソーどっちか選びそうだけど、ゴロチか一通かとか。ゴロチそうですね。ゴロチもちょっと難しいですもんね。じゃあ一通の3ピン9ピンで決まる。失礼しました。黒沢さんがここは一通を見切っていきました。単品ドラ1のな、ね、77が現実的とかってことですかね。そうですね。妥協でソーズのタメンちゃんがピンフと。はい、これでもまだ。いろいろまだ伸び方によってありますからね。はい、三色もある。いいペーコもありますし。またスーピン、イシャンテン。飛んでるかな。トンか三層かイーマンリャンマンかですが、ここは三層トンは残す。シートいつかここはローピン打っていく。古川何の統一落とししてますね。2枚切れなのか、はい、ピンズはパーピン、さらに手広くなりますが、凍ったならばウーピンになるのか。9万は採用したくないけど一応取りました。いいシャンテン、カンパワンダイレクトの時だけですか、はい、これどうしましょう。あーペーか、いろいろありそうでしたね。チートイツ、ね、ドラドラに固定する方もいるでしょうし、まあ、シンプルに、はい、数万とかウソとか切る選手もいそうですけど、はい、ここはペーペーと単野を見ていきました。西川、こうしておけば打点はかなり確保できますからね、はい、ってるんでピンズはもう上は使えます。上はそうですね。マンズは3万が嬉しいが、パーマン、これは残しそうだな。はい、4連携を大事にしそうですね。はい、ここで目いっぱい、古川は動かない、動かない、古川が動きません。まあ親の座布団切りっていうのもね、怖さありますよね。あ、いいじゃないですか。ほら、ウーソー持ちますね、はい、これはウーソーもまだくっつき狙っているぞ。さあパーソー、こ
これは三面ちゃん、三面ちゃんですね。キルマン切り、はい、チーマン残しているということはロー、おー来ましたよ。リーチか、やめて。三品パーマンですか。三品パーマン、どちらもションパイ、ションパイとかまだ切れてないんで、ね、そうですね。このままリーチもありましたよね、はい、打点ではリーチも十分ありそうですが、はい、パーマンはちょっと危ないですか。パーマンは危ないですね。これインペークもあるんでパワン、うーわー、なぜだなぜだなぜなんだ、なぜ本当になぜだ。リャンワンが一番最近切れたからですか。黒沢さんのリャンワンが切れてるからみたいな。あ、ウーマンが切れたのを見てつむぎりリーチ。え、でもこれ結構すごくないですか。だってカンウーマンでの方がね、ドラが、うん、確かに確かに、はい、ローマンだから。何が見えてるんだこれは。恐ろしいなこの人。現物大現物、そうそう、チーマンが行きづらいですね。嘘は現物なんでとりあえず打って、ね、ドラがローワンなんでね、チーマンってロンって言われると、はい、5-2 ぐらいはね、はい、ありそうですよね。最低 5-2 からみたいなイメージですからね、はい、このルールだと。ドラドラのフルカーマーっていく。3万か。パーマー高い、高い。これは危ない。自分でウーマンと。うわ、打たない、打たない、打たない。あ、三面ちゃんの現物なら。三面ちゃんな分だけ押しやすいか。いきますね。強気のヴィーナスはこれチーマンビュンですよ。ビュンリーチ、リーチか闇天下は難しい。チーマンビュンで現物が出てくるのか、ね、昔は行きましたけどねこれ、はい、現物はありますもんね、はい、そうそうそうと、危ない危ない、間違えた、見えちゃった。ピンチーピン、チーピン、パーピンと落として回っていく、はい、これがね本当に黒さがかなりここ数年で変わったというか、変化させてますよね、はい、攻め一辺倒だけではないっていう。これパーマンが危ないんだけど、キューピンですか。ですね、はい、パス筋、これはなんか通りそうだな、はい、ドラを引いて追いついちゃうとかあるんですか。ドラ1枚あります。ん？インドラはないか。ないですね。ドラはない。はい。西川の町も山には残ってないですね。テンパイ。さあ、テンパイ復活。自分で2枚切ってる9番を引きました。はい。カンパーマン。パーマンもないんで、テンパイまでですけど。てか、近藤のパーマンが本当に危ない。ロースを中筋。完全にやまだ粘ってますね、まだ粘ってる。イーマンムスジ、もう完全につもぎりリーチをどう見るかですね、はい、あ、やめますか。やめましたか、はい、まっすぐ行っていればこのキューピンを捉えていたか、その前に近藤のキューピンも捉えてたかもしれない、はい、ギャンマンも通ってない、イーマンも通ってない、ここはやめだ。どうやら西川さんの一人で見ますか、はい、ここは慎重に通る範囲を、現物ありますね、三層か、ここは三層切り、一人テンパイです。近藤のウーマン切りが光りましたね、素晴らしい。2600の高重、はい、ね、あの結構打ってる相当ですね、今のパワーの血がどんどんなりそうですけど、うん、すごいな。さあ親番流れて黒沢の親番です。と2曲1本は強弱1本、ドラがチーマン、終わらないと噂の、終わらない終わらない親セレブの親番。さあどうだ、ハイパイはチーマンとか引く想定でやってるんでしょうね。チーマン引きそう、チーマン引いたら一気に良くなりますね、これ。ウーワンチーマンとか引きそうですよね、ヤングチーマンって引いてね。さあ、西川ドラマンズが完成しているマンズが多い、ハイパイ、古川もいいですね、はい、ドラターツがある。なんだ今度これは、自敗がとんでもないぞ、うん、だけど、トンが問いつつだけ、そうですね、またですか、全種類ありますね、自敗がすごい。石川さん、リャンピング統一として本一目に見てますか、うん、あー、これいいところ引いた。
採用しますか。はい、自敗を引きたい近藤。引けない、3番でした。ここはペンちゃんを払っていきます。トン中津でしたか。トンは、近藤ですね、はい、泣きませんか。まだメンツがないので。はい、どうですか。2回戦のフル、あ、2回戦でもね、今度はあの、うんうん、バラバラ、まあ、フルカもありましたけど、はい、そのような手配になっちゃいますね、これ、はい、ドラ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 固定。形苦しいですけどね、ペンちゃん、はい、ペンちゃんのいいシャンテン、まあ、両方筋にかかるんで、即リーチも全然。そうですね、このルールだとね、ドラドラ、あドランコ、これは強い。シンプルに数ピンとしましたね。そうですね、ちょっとドランコになったんで、泣ける単葉とかを目指してね、はい、インシャンテン戻、あのリアンシャンテン戻しとか戻しありますね、ありましたけど、これだとリャオパッソー、はい、3番、はい、今のもあピンズが下茶に高いのか、近藤に高いですね。はい、ペン三番も即リーチになりそうですね。さらに手広くなった。失踪泣きそうだな。タイヤ、あでも数層が2枚切れで自分1枚使ってるんで、そこまで言いませんよね。そうですね。スチソーただ泣いて、タイヤのテンパイ取りそうですね。泣いたのは確か、いいピンチで、じゅんちゃん。じゅんちゃんドライチ、いいシャンテン。数ピン入ってたけど。何が流れる？ウーマンは、そんなでもない。ないね、まあ、欲しいといえば欲しいが。はい、しかも急走の肩上がりになりそうですからね、はい、今度ももう対応していく、うん、親の黒沢もまだメンツなしは戦えないか。西川対古川になりそう。なんか3万が危ないな。両走が流れていく。これ結構古川ペン3万待ちのリーチになりそうですから ね、危ないですよ西川。早く勝負したい。引けない引けない。ピンズはいらないんです。ソーズは全部転敗。3万が3万なくなった。なくなったんだけど、どうしましょう。武蔵は捨てなそうですけど。そうですね。あ、3万勝利できるか、できないか、できないできないできない。泣きたそうでしたね。あー、ペン3万になっちゃった。これは西川の3万がもう、これは打ち降りれ、降りれない、ない、ないんですもん。ですか？9万か3万、3万だ、これ次何掴んでも3万ぐらいな。うわー、きつすぎ、きつすぎる。9ピンは大丈夫、現物。9ピンは現物。古川現状順から順からなんだけど、そうですね、黒沢さんから出ることはないですからね。さすがにないですね。はい、はい、ん、いやまだこれもね、3ピン3ピン数ピンと C ピンも大丈夫そう。これいいタイミングで先輩が入るんですよね。どうせどうせ出るんですよ。もう1巡か2巡ぐらいでね、急走とかできてもダメですもん、ね、はい、これね、もうね、3万が目がきついよ。古川の上がりです。リーチドラさん8000は8300。きついきつい。今のは3万を切る一手ですからね。そうですね、はい、現物がないんですもん。さあ、ここで、はい、親番ですから、はい、この3曲西川の親番ドラパーソー貫通、貫通いい。そこもこれありますね。シンドラが増えないんで結構暗、はい、感しやすいですよね、はい。
さあ初手安冠です。西川、まあ、形もまずまずまとまっていますし、はい、得意そうなのが来ましたね。横川さんは、はい、横川もドラをなんとかね使っていきたい。そうですね、はい、スピードは先手取れそうですけどね。古川ですよね、はい、西川さんと古川さんの戦いになりそうですが、はい、自敗残していきました西川。あらららら、おっと、これは嬉しい。いや残す。さあ古川ドラ回り引きたい。これは、まあ、一応採用ですね。リャンシャン点です。そう、黒沢はまだまだ時間がかかりそう、はい、こんなのからチャンタとか純ちゃんに仕上げて1万2000ありましたね、1回戦目さあここは目いっぱいだ西川。んなんかスーピン打ちますか。スーピン打ちますよ。さあドラがパーそうですが、ここはもうチーソー打っていきま す、ね、はい、ドラ、さあ、いいシャンテンでもうドラ打っちゃいました、はい、全部ポンしそうだな。あ、リャンシャンテンか、古川、ね、リャンシャンテンでドラ打ちか、結構思い切りましたね、はい、なかなか泣いて先天みたいな、今のうちドラ切りますみたいな感じのドラ状況ですよね、はい、そう見ますね、はい、僕は先点で上がりますよっていう宣言に見えますね、はいはい、さあただねこの持ち方怖いですけどね、はい、単野をパンパンリャンシャンテン、はい、なかなか罰裏ドラがないルールとしても、はい、なかなかあるともっと怖いですけどね、はい、うわー引きましたよ。すごいですね、全順ロウソウとかやってるんですよ、はい、もうちゃんと三色以外いらないロウソウ切り、はい、あとはジャン刀、自敗のジャン刀が欲しい。キューピンがバニ2枚か。いやでもまだあるぞ。イーマンの方がきついかな。イーマンも2枚あるか。近藤さんもね、このテンパイとかツモが効いてないんでね、はい、なかなか得点を伸ばせないですよね。うん、そうですね。きた。どっち？ローマンかリャンマンか。リャンマンから。ですね。まずは黒沢さんに高い以外は情報がないので、はい、選びにくかったですが。選びにくいので上の変化も見たと。あ、はい、来ましたよ。これでリャンマンリャンマンですよ。キューピン2枚、3枚切れ。3枚切られちゃったのか。はい、さあ天杯。一旦ローマン短期。キューピン1枚にイーマンが多分2枚ありますね。はい。まあ、イースマもどっちでもいいんですけど、はい、キューピンはとにかくキューピンが欲しいですよね。はい、4枚目引くのか。3万。3万短期リーチも面白いか。はい、やりすぎかな。マンズ高いし。はい、3の3色。あら、本当だ。3の3色で見たことないですけど、ポンポンロンベ5200 39か、はい、単葉3色。さあ近藤天杯ですね、うん、イーピン短期役なしです。なんだチートイツの天杯になりましたよすごいすごいぞこの手順も。ウーピン短期ローチーピン、これスッチーピンになりますね。一旦スッチピンに受ける。そうですね、ドラなしなんでね、なかなかリーチの上打ちしにくいですね。これは目いっぱいしないのか。チュン1枚切れですよね。目いっぱいにはしない。トン切れてますもんね。トンは親に、親の現物ですよね、はい、2枚切れだ、安全牌だ。目いっぱい残しましたね。これすまん、フリテン親の現物、悠然とスルーしそう、はい、はい、さあまだキューピン1枚あるぞ。イーマンも1枚ある。キューピン
ンは順からですか。ルーティンは順からです、はい、なんだイーマンかパーマンでしたか。聞けないか。三万短期はないんです。西川順から古川順から近藤、これでピンフですが、フリテン特急ピンはフリテン、パーピンにしそうですかね。あ、フリテンに受けた、イーマンチ、もう順目もないということで、これ急ピンの肩上がりです。いや、チュン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 、ピンは全員出ますよ、これは全員出ますね。あ、いや、近藤はツモですよ。あ、そっかそっかそっか、フリテンか、フリテンにしたのか、はい、こういう上がりもあるんですね。さあ、9ピン1枚をめぐる争い、3万単価つぎり1、これは順からこういう思い切りますね、こういう思い切りがいいところですよね、はい、石川さん。うわ、あんこ筋は中筋か、中筋、大丈夫そう、はい、シャー2枚切れ、大丈夫か、9ピンはフリテン、黒さんも6球ピン、9ピンしかない、キュー、近藤論できないっていうか、気づきました柴田さん、これ目いっぱい構えてて、はい、チュンアンコの次9ピンですよ、はい、ね、つもチュン三色か、リッチ、そうですね、リッチいただけ、はい、そりゃ半球でもすごいですはい、ちゃんと三色にしたくてしょうがなかったんでしょうね。そうですね、羽満狙いということで、はい、いやー、ここは黒沢の上がり、ちゃんと三色で、ドライチか、そうか、ちゃんと3色ドライ1で3900、石川さん的には2003球積もられても3球打っても一緒ですね、どっちにしても大体失点してたみたいな、リーゴ取られてちょっと残念ぐらいですけど、でもあれですよね、黒沢だとリーチいったかもしれないですね、そうですね、安めのローピンが嫌だから、はいはい、そうすると3000-6000ですよ。なるほど、またドラドラ、あら、さあドラリアンソー、黒沢にドラの連想が統一で、古川が今度は純ちゃんだ、今日はちょっと純ちゃんが流行ってますね、純ちゃんというかちゃんたが、はい、近藤がいい、めっちゃいい、あれ黒沢また純ちゃんですね、これ黒沢も純ちゃん、なかなか古川も純ちゃん、古川さんの純ちゃん見たことがないですけど、泣いちゃい、泣きますけどちゃんたとかいい、はい、近藤は単品がいい、ピンなんとかドラを使って、はい、7目指したいですね。おお、そう、純ちゃん見てる、ドラドラなのに、ドラドラでローソン切れる人すごくないですか。もうドラ打ってもいいぞ、ね、これはドラ打ってもいいぞ、さあ純ちゃん2人に、うん、これも純ちゃん3色だ、近藤は、これはピンズの4面ちゃんができたけど、うちに寄せたいパーマン切りとかあるのかな、ないか、さすがに、はい、ピンズの3面ちゃんですか、ピンズとロッキーはピンズ4面ちゃんですか、4面ちゃんですね、はい、とドラ重なり、ドラ重なりと、はい、上がりやすさと打点も両方見えるいいシャンテンですが、西川さんは3色のみでも発信しそうですよね。そうですね、発想チーピンは、はい、うわー、来たぞ来たぞ来たぞ、あー、西川もいいシャンテン、これは黒沢が酸素1枚だけか、酸素1枚だけど古川がちょっと出るかもしれない、西川さん急いで、西川が、白が古川が1枚持っている、なかなか打ってくれない、うわー、確定してリーチですって、リーチって何なの、リーチ、純ちゃん3色、ツモバイだ、闇天ハネマンですよこれ、純ちゃん3色ドラ1で、恐ろしすぎるぞ、ダメなんですか、ハネマンじゃダメなんですよダメなんですか、この方は
パーマン、新山か。積もれる自信あるんでしょうね、これ。川にマンズないっすよ。全然出上がり期待できないですよ。みんなマンズ切ってるんで、これ。恐ろしすぎるぞ。いいって言うんじゃないですか。恐ろし、本当に恐ろしい。積もりそう。めっちゃ積もりそう。お、追いついた。勇者。白一枚。え、フルカー降りちゃったら白出ない。2対1。出上がりでき、酸素ないですもんね。はい、2対1。これパーマンまた掴んじゃうんじゃないの？そんなこと言わないでくださいよ、もう。街は帰れないよね、これは。ドラギリーちゃんでイースは切りやすい。切りやすいです。リーチ行くかどうかですか？三蔵の上がりお菓子も痛いと思えばリーチもありますか？そうではいけないですもんね。そうですね。2枚切れのドラじゃいけない。もう完了層にした。完了層の役なし。はい。黒沢だとイースもちょっとあるかもしれないみたいな。なるほど。さあ、4戦8戦決めるか、黒沢。イースが通る。イースが通る。スーピンは完全無筋。ワンチャンスですか、一応。でも、行きにくいですよね。ウーピンワンチャンスか、行かない。さあ、これで、ヤマトの勝負に持ち込みましたかね。そうですね。はい、これ、闇天にしてると、古川の白がポロンって出たりなんかしてね。あ、なるほど、なるほど。ありますよ。パーン掴んだ。パーン掴んだけど、通る根拠はない。マンズはもう行きにくいですね。黒沢には3ピン、やめかな、この手配は。スーピン、ウーピンのダブルワンチャンスで。あ、3ピン粘った。はい、粘りがありますか。ローマンが通ったぞ。いや、でもまだ宝珠の可能性ありますね、はい、今度。可能性というか危険性が。やめたい。さあ、黒沢のとんでもないリーチが入っているぞ。あと1枚。近藤さんの3ピンが強く見えてるんですね。なるほど。それで安牌探してましたね。両ピンも大丈夫そうですね。中筋。いるか。筋になっちゃった。これ筋になっちゃうの危ないよ、近藤さん。本当に危ない。近藤さんは何を引いたらダメですか？3番6、9番でダメですか？3万はもう多分ダメですね。3万はダメで、6、9番は微妙ですね。はい、9万もダメかもしれない。9万はダメっぽいな。あ、3万通ったのはちょっと大きい。大体大丈夫そうですかね。3万重なる以外は大丈夫そう、はい、さあ、でもまだ1枚いるんですもんね。1枚ある。うわっ、まあさすがに今通った3万。いや、そうですね、3万、これはだって振り点だし3万。危ない。でも次さあ、いない、積もれない。いや、これ危ないんですよ、今度背景で。危険牌は大魔法獣。これ大魔法獣ですよ、本当に。危険牌だけはやめてくれ。逆に背鉄もも、いや、これいった。これ多分いった。あ、チーワンとか切れない。バーバーになってしまった。とんでもない上がりが出てしまった。黒沢のバイマンリーチ、法廷、純ちゃん、三色、ドライチ、16000点。人はこのように存在したんですね。でもリーチするのが黒沢か吉田かぐらいしかないですから。す、ね、瀬戸熊さんも分かんないけど、瀬戸熊さんはしなそうですけど。はい、リーチ、純ちゃん、三色、ドライチをノータイムでしたからね。はい、本当に闇天は全然展開違いますから、多分上がれてない、ね、はい、上がれてないですね。瀬戸熊さんの上がりが先でしょうね。めっちゃいい。今度リベンジだ。あ、黒沢もいい。あれ、西川もいい。ぶつかったらもう誰が勝つか分かってる感じじゃないですか、これって。このように流れがあるならば。あれ、ドラから切ってる人がいましたけど。ドラシャーですね。はい、古川、ドラのシャーから切ってますね。確かにいらない。確かにいらないけど。確かにいらないです。でも、ペイもいらないっちゃいらないような。ペイの方がいらないですね。親の現物でした。お、さあ、先制リーチいけた。トンハツシャンポン。
あ、ハツ持ってる。まあシャアからになりそうだけど。あ、シャアドラか。ダメだ。はい。なんから。ドラヒョウのなんから。はい、これハツ危ないな。ここで安全牌のペイを使ってきます。なんか大丈夫。私でも積もって26オールが嬉しいですね。嬉しいですね。ね、この役配との役配のシャンポンはそれが嬉しいですね。はい、本当に嬉しいんですよね。積もりたい。おお積もった。今度半分取り返したぞ。リーチ積もトン2600オール。アクムの法廷宝珠。いかにも純ちゃんさんって上がれないですよね。中止というか、ね、なんですかね、20ハンチャン打って1回上がるかどうかぐらいじゃないですか。そのぐらいですよね。熱の純ちゃんって。またいいですね。トン統一の三層ワンコチーマンガ統一。はい、ドラはウーピンです。南極一本場。西川は若瀬の南賀統一、古川春流統一ですね。また仕掛けていきそう。黒沢さんはとうとうトータル100超えたんじゃないですか。ラララララ、もうこれは圧倒的3位ですね。さあ、チュンポンから、なんなら今日首位まで狙っちゃおうかしらっていうね。そっか、そこはきついけど、あと30ポイントですもんね。あと、はい、だって一半ちゃん半ある考えると、うん、黒沢さんなら全然知ってんけ。怖い、ま、あの日の悪夢が悪持ってる近藤。ちょっと黒沢、あー、ここも悪持ってるけど重ねた重ねた、本当だ。ちょっと黒沢さん何してくれてんだっていうね。ドラ引いて打点が見えるようになりましたね。役ドラ1でも十分ですからね、はい。まだ原点浮いてますから、3万5700点持ちです。近藤さんもいいシャンテになったんですけどね。はい、白がやはり、白がね、これ打つになっちゃってますね。どうなんだろう、つもりさんこんなら打つのかな。白打てます。いやー、なんかロンじゃなくてもポンって言われても責任払いですからね。そうですね、青のあるルールですもんね。はい、前のハンチャン、同じような形で見せられてるのがね、6000オールが結構脳裏に焼き付いてると思うんですよね。見せられるとちょっとね、これでも吐く切れないとほとんど上がりないですからね。そうですね。黒沢がマンズをどんどん引き寄せていく。さあ、テンパイ、ドラ打ってテンパイ、2000点になっちゃった。2000点。うわー、ハクロンは3万2000ですよ。いや、とてもいけない。とてもいけない。ドラ打ちでもうテンパイ濃厚ですからね。はい、いけないですよね。今度もいけないですよね。これさすがにこれはいけない。まあ、いけてトンを泣けて、ハク短期が精一杯でしょうね。そうですね。あ、トンあんこなので、あ、チーワンとかね、チーワンとか、はい、泣けて、はい、がどこにいるかで本当ですね。変わってきますね。古川さんがね、白テンパイ取らずだったら番の現物ですか。まだなんとか粘っていけそう。はい、近藤さんもね、2万点のね、はい、のトンがない曲なんで。そうですね、ここで親番を逃しちゃうと、うん、ちょっと浮くかどうかがちょっと微妙になってきちゃうんで、ですね、できれば連チャンしたいんですよね。はい、しかも一応粘れるような、連チャン点で粘れるような形にはなってますが、
チーピン当たり牌だ確かにチーピンはね、チーピンでもロンって言われたら一応役勝算源、勝算源があるかあるんですけどね、まあ、ドラを使ってない分ね、はい、3球で済む、3球というか2戦点で済む可能性もあるんで、これチーピン打っちゃいそう、他に切れそうなのはチーピンですよね、これがロン2000点、2300、そのグピン何ですかってなりますね先輩2000点ぐらいは、よく黒沢の親番となります。このハンチャもトップ目、持ち点47,300点、ドラは言いそう、ナンシャートイツ、メンツはなしだがリアンメンターツが2つあります。うん、本一は見ていきたいか、ウーピンからイサシの3色からどうでしょうか、ね、あら、モトちゃん、あ、でもそうですね、これはピンフですね、ウルカはピンフか、1、はい、1はないか、はい、近藤も悪くないぞ、速度感はある、うん、なんだ、いいな、あーっと、ちゃんといった、ちゃんといった、ね、仕掛けも効きますからね、はい、トンが今1枚切られたところでしたね、次はポンでしょう、古川、はい、トンをポンするということは、あー、E1 もポンするってことですか、 E1 もそうでしょうね、逆に E1 だとトンが受け駒になって、はい、いいですよね、やすいのかもしれないですよね、一メンツ落とし、西川まだ一メンツです、3か、手なりで打ってるとここでカンリャンマンの一気通過になって、このリャンマンがっていうところでしたけど、ただちゃんと3色になる可能性も十分ありますよ、うん、自力何あんこ、3色をプルなのは白だけど、まだ本一見ますね、はい、いい漫画、これは打たれそうだ、9ピンからか、うわー、来たこれはいいピン切って、いい漫画間に合っちゃうみたいな、面前でも行きたいんですけどね、はい、さあ今度イシャンテン、ここまで行くとね、リャン反訳が、リャンっていうかシャンタが明確に見えるんで面前で行きたくなるんですが、はい、古川はね、ただ容赦なくポンですよ、はい、これ辛い辛いですね、これは E マンの1枚はちょっとスルーしたいですけどね、はい、あ、飛んなら渋々泣くぐらいの、はい、多分みんな感覚だと思うんですけど、黒沢もどっちも泣かなそう、はい、さあ、町はカンパーソー、ちゃんた3色2000点の天敗です、うーん、リャンマン1枚切れ、パーソーは3山、もうカローソーチーソーと打っていくのか、チートイツを見てるんですか、なんだ、嘘、いっぱいは持たない、うわーチーソー引いた、もう両面落としてた同短期には変えない、ドラこれは切りたくない、うーん、想像も高いし、初から初は2枚切れでしたね、はい、さあこっちそう押していく、パーソーまだ3枚あるぞ、今度も天
敗した映画ドラが浮いている。黒沢イーシャンテンやばすぎる。8000オールイーシャンテン。三層ちょっと柴さん、はい、三層誰も持ってないんですけど。イーソーも、イーソー3枚、三層4枚、もう書く。そんなイーシャンテンあります？これで両層浮いてるだけですよ。だって両層がこれ4枚目なんです。ん、違うか、両層まだ1枚あるか。いやだけどすごい。あ、パスだ。これ打っちゃうかな。打った方がいい、打った方がいいんだけど。そうですね、チーソー打ってるぐらいなんでボッソーも行きそうですけど。うわ、これ止めると黒沢がもう来る。うわ、あー、でも積もった。でも積もりました。救世主500戦ですね。はい、ちゃんと3色。黒沢悔しい。とんでもこの順目で3層4枚、イーソー3枚のイーシャンテンでした。黒沢さんが連チャンしないの初めて見たかもしれないですね。ああ、そうかもしれないです。さあ、この先手は誰のなんだという問題ですね。西川さんでした。はい、南3局西川の出番となります。今日は本当黒沢劇場ですね。いろいろ見せてくれます。もうらしさ全開。最高。最高。黒沢ファン歓喜ですよね。今日はね。スタイルを崩さないですね。はい。本当に。苦しい。一メンツあるだけっていう感じですよね。自敗がもう単独5枚。よくはないですね。3ピンから近藤もよくない。あ、でもみんな、うん、全員よくないですね。相撲次第で西川さんも全然いけそう、はい、当面、まあ、これは嬉しいところですね。3面ちゃん、ね、引くと一気に引き締まりました、うん。ドラのシャアはフル…あ、チーピン切ります。チートイツは見ない。古川に1枚あるだけですね。はい、クロス、あ、古川なんちゃ。うん、嘘かな。あ、三層か。ここは横に手広く構えていきます。ね、両面多発が多い分近藤さんが有利みたいな感じですか。うん、このところ。さあ、官老層を引きました。一歩前進。近藤も層図が両面になりましたが、9層切ってますね。振り点です。振り点だけど残す。はい、なんか順調に進んできますね、古川。はい、これ両面3つの両シャンテン。一日さんが見えてきましたか。一日さんですね。はい、見えてきましたね。ドラのシャアがまだ、あ、ここに来ました。黒さんに1枚来た。あ、古川イーシャンテン。もうドラのシャアを、なぜか9万ではなくシャアを打っていく。9万がマンズの上はみんなに通りそうってことですか。確かに。近藤黒沢の現物で、まあ西川に同価ぐらいですもんね。はい、シャアなんかドラですからね。取っといたら危ないということで。結構古川さん、こういうドラの先切り最近見るような気がしますね。はい。ここでテンパイ、ウッパーマン待ちのピンフのテンパイです。なんかマンズはいいですね。はい、全員切りそうな。パーマン3枚切れですが、はい、残り1枚はもう誰でも打ちそうな捨て牌になっている。からぎり、芸が細かい。からぎっていく。まあでもドラ切ってる分目立ってますからね。はい、でもなんか何点なのっていう感じですよね。はい、
佐々木も警戒してますか、ドラギリに対して。なんかこの手配からだと1000点でも打ちたくないっていうのありますよね。ソーズの下はちょっと打ちづらい。狭く打ちましたね。狭く打ちましたね。本当だ。この得点状況でよく我慢効きますよね。ラス目ですよ。ラス目の A1 ですよ、ね。すごい弾力。もう破れかぶれで目いっぱいいっちゃいそうですけどね。ウーソーとか。はい、チートイツだ。これドラがまだ2枚あるんですよね。ああ、西川降りだ、これ。リアンス合わせようとした。あ、でもコア発。近藤さんも進まない。進まないですね。来ちゃいますよ、また。なんか来そう。ああ、ドラが。ドラが西川に流れた。ウッパーマンは、チュンポンは、あ、でも西川攻めてくんですね、これ。ウーソーかな、じゃあ。あ、違うんだ。ウーソー打たずに。打たずになんとか天敗って感じですか。ウーソーそんなに嫌なんですかね。打ちそう。早くて、そこまでって感じですが。そう見えますけどね。これ怖いのがもう天敗、ジャストミートの黒沢のチートイドラドラ。パーマン食いとった。パーマン食いとっちゃった。ウッパーマン目に見えて切りづらいですね。はい、間4件ってやつですよね。はい、数万が打たれて9万が手から打たれてます。その後9ピンの手出しが入ってるんで、はい、まあスライドと見るならば9万が最終手出しで、カンパーマンからウッパーマンとかもね、結構そうですね、でおかしくないかな。さあパーマンがなくなって、それでもまだウーマンが、ウーマンが2枚あるありますね。さあ黒沢もまだテンパイの可能性ありますよ。ウーピン、これはパーマンか。パーマンだ。うーん、フルカーの上がり、すごい斜めに斜めにロン先点です。斜めロン、フルカは。さあそしてオーラス、3回戦は非常に速いペースでオーラスまで来ました。さあ合ってました。古川が2着ですか、まだ2着目でオーラスを迎えます。なかなかドラを明らかにしないスタイル。パーマンない、抜けてる、抜けてます、ぽっかり。でも7、8、9とか仕上がれば。そうですね、はい、ただあラブナントイツだけどスーピン、いや黒さこれはオーラスだけど本一いくかもしれない。あ、でもドラかなんですよ。パーマン9万が、ね、ドラターツですから。お、メンツ、これはこれで嬉しいですね。はい、近藤さんは3着目か。1万2000点で浮きなんで、はい、とか本一になったりなんかすると、まあ、ダブナン本一ドラドラとか、羽根間の可能性まだある手配ですね、はい。あ、なんか黒さんに来ました。石川さんは一応1着目あげたいですか。初本一とかですかね。3球ぐらいを、3球を目指して切っていきたいけど、残しますね。単葉の方ですかね、はい、どちらかというと。何をできれば自力がいいんですが、自力がいい、はい、まだ山に1枚か、1枚か。フルカも結構やる気ありそうですからね。うん、お、ヤンピンから発進、タンヤオですか、得意の。ヤンピンから発進すると、これはタンヤオですね。はい、ドラなしですが。はい、しかもドラ使え、ほぼ使えないですもんね。そうですね。本当こういうのがすごいなと思いますね。多い、こういうのやってきますよね。
シャンテン。タイヤのいいシャンテンになった。うん、ベンチレスト入って。まあこれはもうなんかダブナンドライチぐらいで妥協していきたい。さあ黒沢いいシャンテンです。出た。ポン。ポンテンのタイミングで打たれて、近藤が、カンチーマン。3900点の天敗。チーマンが黒沢にセレブが引き入れて換算満天敗。これはちょっと慎重に数層がチーソー。チーソーが現物なんですよね、古川の。ここは冷静になって、はい、イーペコの手がありありましたけど、現物のチーソーの方を切っていきました。3万は西川が1枚切っている。古川に統一で山にはないですね、はい、おっとチーマン、ドラヒョウのチーマン、あっさりダブナンドライチで1200の上がりです。はい、ということで、この3回戦トップは2連勝です。黒沢、以下古川、近藤、西川の並び。はい、以上の並びで3回戦が終了しました。引き続き4回戦です。